何者ぞ。お、あうあう、こらお、なんか文句あっか、こらおら、人に聞く前に自分から名乗れ、あうあう。わらわは佐藤小太郎ぞ、ここのアパートの住人である。え、じゃあパパのこと知ってるか。ん、俺のパパがここに住んでるんだ。え、何、息子、俺の、何、え、何。違う、俺のパパはこんな頼りない感じじゃないぞ、コラオラ。そうか、悪かった。まさかタマル殿の息子とは。タマル殿は今留守のようであるゆえ、しばしわらわの部屋で待つがよい。おう、ありがとうだぜ、コラオラ。しかしわらわはタマル殿からお主は父上に会いたくないと聞いていたが。違う、それはママが。小太郎キュン、お待たせ。パパ。ゆうた、なんで。おうおう、久しぶりだぜパパ、会いに来たぜ。だってゆうた、お前知らなかったんだ、パパと三人で会える日決めたこと。今までママが教えてくれなくて。だからパパのいるところこっそり調べて会いに来た。ママに内緒で会いに来た。パパに会いたくて会いに来たんだ。よかったではないか、やっと会えたであるな。すぐに帰りなさい。え、なんで。何を言っている、タマル殿、存分に。今日会ってもパパは嬉しくともなんともねえ。今度決まった日以外に来たら俺は会わねえし口も聞かねえ。決まり事はちゃんと守りなさい。でもだってママが隠してたから。今はママじゃなくてユータの話をしてんだ。はい、すぐママに電話して迎えに来てもらっから。ママには俺がきっちり話した。次は来月の末にちゃんと3人で会おう。うん、じゃあな。うん。ずっと一緒にいれなくてごめんな。